ラーメン大好き小池さん、はいどうも、早朝のランニング終了、そして朝ごはんを食べまったりした後の OTA 生配信チャレンジということでね、やっていきたいと思いますね。ね、やっていきましょう。お、マリンゴールド氏。あ、味噌氏こんばんみ。味噌氏一番。イエーイ。一番乗り。ゴールド氏。暑い。本当に暑い。うん。味噌氏ハート1ポイントありがとう。かっちゃん、夜勤明けハートありがとう。今日は6時に起きて、6時、な、実質5時に起きたんだけどね。5時に起きて、ちょっとこううとうとしながらパッて起きて6時で、6時半から早朝ランニングとして、早朝ランニングしてきました。味噌汁一番ガチャインポイントありがとう、ありがとうね。うん、メガネの位置がおかしい、メガネの位置がおかしい。どうも奥田民生です。違う。ゴールドし夜どういうこと、夜どうも奥田民生、お奥田の太田です。違う、ね、よくタオル巻いてるやん。結構ね、俺タオル生地が本当に好きでね。うん、グラサン配信本当にチラッと見たんで、あ昼間のバイト前のね、バイト前の、おはようございますソータです。おおはようソータ、ひろみさんのアカウントから逃走中の追っかけるやつみたい。逃走中ってまだテレビやってんの、やってるんですかね。うん、見てないけどね最近。なんか、あ、爪切ろうと思ってたの忘れちゃった。ソータは今日は何をするんだい。皆さん今日は月曜日、ジャンプ、そうだジャンプ読んでたんだ俺、ジャンプ好きでね、毎週ジャンプは買ってるんですね。こんばんみ。ゴールド氏どういうこと、夜ってさっきの夜はどういうこと。走ったのは朝の6時よ、6時に起きて。ひるみ氏ワンたまに改変期にやるよね。あー、前逃走中ってレギュラーだったんだっけ、でもう終わってあとはスペシャルみたいな感じでやってんだっけ。逃走中やってた人一人同じ事務所でいたけどね、まあ、前のね、前の事務所で、その人もその事務所辞めちゃったけど、クモンか、クモンにクモンクモンにクモン。おお、ひろみしハート4ポイントが5ポイントありがとう。ひろみマックス、ひろマックスハートありがとう、ハートありがとう、ありがとう。あずさくちゃんハートありがとう、ハートありがとう、ハートを食べる。今日はどうもなんか職人みたいな感じでやっておりますよ。運動着でございます、運動着。あ、とはいえこれで走ったわけじゃないからね、走って汗だくになるけん、あの普通に T シャツでやってね、単純に白でいい、白で真っ白。うん、ひろみマックスありがとう、あずさくちゃん1ポイントありがとうね。ゴールド氏まだ頭の中が寝てるな、そういうことか。そういうことか、朝だよゴールド氏、グッモーニング、ハワイユー、ニコニコニコ、3個123、3個の絵文字、サンキュー。うん、かっちゃんキャンディーピンクありがとう、キャンディーピンク、キャンディーピンク、キャンディーピンク、寿司キャンディー、後ろはシャリで行くぜみんなのシュー、寿司三昧ねえ。ひろみソータマックス、あソータマックス参った、あソータマックスか、ひろみさんの間もんな。みそしハート1ポイントから2ポイント、3ポイントと作業着、運動着、みそしハート1ポイント、あさくちゃんキャンディーパポ、キャンディーイエロー、キャンディーグリーン、キャンディーピンク、4キャンディー合わせて、あみやめレンジャー、あみやめレンジャー、あの、ま、いつもの魔法戦隊マジックキャンディー言うと思ったよ。アミアメ戦隊、これ、あ、この手猫、猫、アミアメ戦隊ありがとう、アザクちゃん。ありがとう、近いハート。ね。
パープルキャンディー、ブドウ味、レイエローキャンディー、レモン味、グリーンキャンディー、メロン味、ピンクキャンディー、なんだっけ、いちご味、ゼロカロリーし、ね、いちご味、もっとスムーズに言えるようにならないとあかんな。うん、久々に宇治木剛っぽい。宇治木さん最近見ないね。最近見ない。宇治木さん最近見ない。あずさん。キャンディーイエローレモン味、キャンディーパープルブドウ味、キャンディーグリーンメロン味、キャンディーピンクイチゴ味。まだまだ寿司三昧、キャンディーピンクイチゴ味、キャンディーピンクイチゴ味、キャンディーイエロー早い、はい、高速回転で。あ、まだあずさちゃん、ちょっと待って、キャンディーコーダー、キャンディーピンク、キャンディーイエローレモン味、キャンディーグリーンメロン味、キャンディーピンクイチゴ味、キャンディーなんとかなんとか味、なんとか味。あずさくしん、キャンディー揃い踏み2セット、ありがとう。ビッグキャンディー、ビッグキャンディー、ビッグキャンディー、ビッグキャンディー賞味期限切れ。いくよ、いつまでか。マグロ、マグロ、キャンディーパンプルブドウ味、ゼロカロリー、キャンディーグリーンメロン味、メロン味、ゼロカロリー、ゼロカロリー、キャンディーピンクイチゴ味、イチゴ味、イチゴ味、キャンディーイエロー、レモン味、レモン味、キャンディーパープル、ブドウ味。3セット目ありがとう、ゾクちゃん。うん、俺におっさんのアップを差し上げます。なんでやねん、なんでやねん、ツバが飛んだ。ある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 、待ってね、ちょっと待ってね、ね、寿司三昧からのキャンディーパープル、キャンディーイエロー、口かっちゃんの身の回りの黒い点は鼻くそちゃいます。これはなんと、これはなんと、なんと、そう、これはチョコチップだ。チョコチップが現れて、そのチョコチップからヒロミが寿司を投げた。その寿司を俺がキャッチして食べる。今日の昼ご飯は寿司か。うん、高い、そんなものは食べられない。そう、お財布と相談だ。そしてそのお財布を開けた、なんとキャンディーピンクが現れた。キャンディーピンクらのキャンディーグリーンがそのキャンディーピンクの上に刺さった。こういう状態、こういう状態、こういう状態、こういう、こういう状態、こういう状態。さらにキャンディーグリーンがやってきて、キャンディーグリーンからキャンディーイエロー、キャンディーパープル、キャンディーピンク揃い踏みだ。そう、キャン、アズサクちゃんがわら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 、その笑ってるアズサクちゃんの歯の間になんとキャンディーじゃなくてマリンゴールド氏が歯の隙間から現れた。目がねえから見え、目がねえから見え、ん？目がねえ、目がねえから見え、見えはるね。メガネ、どういうこと？メガネから、メガネから見え、見えはる、見えはる、やば、キャンディー祭り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 が止まらない。ロマンティック止まった、ロマンティックホーミナー、ホーミナー。朝から元気やな、俺もな、ほんとな、うん、あら、あずさくちゃん、キャンディーピンク4つありがとう。キャンディーピンク、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 さあ、キャンディーピンクが4つ入った。その4つの、4キャンディーピンクから、そう、イエローキャンディー4キャンディー、そしてキャンディーグリーン4キャンディー、そしてパープル4キャンディー、一斉に用意、ドン、配信した4人チームのリレーです。でーん、てて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 、第3走者にバトンタッチでーん。皆さん、キャンディーパープル、キャンディーグリーン、キャンディーイエロー、キャンディーピンクの、4人の4チーム、4チーム、4人1チームのこのマラソン大会、どの色が1番になるか予想してください。てーん、てけてててんてんてててててんて、みはるてんてててん、みえはるてんてててて、みえはるてんてん、一回またね、また聞いたよ。てーん、おーっと、ここでみそしがハートを投げた。そのハートにつまずいたのは、なーんと、パープルキャンディーがつまずいた。リタイアでーん。ててててててんてんてててて、最後に寿司現れた。ヒロミ氏が投げた寿司に、なんとなんとなんと、キャンディー、グリーンが釣られて、キャンディーグリーンもリタイア。あと残すところは、キャンディーグ、キャンディーエルとキャンディーピンクだ。てーん、てててててんてんてきててててんてん
てげてげてて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 、そしてね、みそしがまたハート投げた、おっとおっと、そのハートを奪い合うぞ、奪い合う、キャンディーピンクとキャンディーイエロー、てんてけてててて、おっと、最後のラストアンカーにバトンは渡された、てんてけてけてんてんてけてけてんてんてけてけてててててん、ダーン、おっと、そこでカップケーキがなんと5個押してきた、そのカップケーキに釣られたのはどっちだどっちだどっちだ、なんとキャンディーイエローがカップケーキに釣られてしまった、ゴールはなんとキャンディー、どっちだ、キャンディーピンキャンディーピンクが1位を取りました。そう、アズサクが最後にキャンディーピンク正解、アズサク正解、1番キャンディーピンク、おめでとう、アズサクちゃんが見事に1位を当てました。ありがとうありがとうありがとう、感謝か謝か、ねえ、かっちゃんハート1ポイントありがとう、みそしがキャンディーピンク、お、みそし、どっち、今のこのラグがあるがどっち、みそし、俺がキャンディーピンクが1位になったからのキャンディーピンク、それとも俺がキャンディーピンク言う前の予想したキャンディーピンク、1番、あれ、俺カップケーキに釣られたのキャンディーイエローっつったよね自分で分かってね、自分で分かってない、ありがとう、ザクシャン、キャンディー祭りからのカップケーキ祭り、カップケーキ5個ありがとう、午後も食べたらお腹いっぱい、今日の昼飯はカップケーキ、ありがとうございます、ね、今日の昼飯はカップケーキ、甘党、甘唐辛子、甘唐辛子ってないよね甘い唐辛子で、甘唐辛子、ちょっと待ってね、ちょっとすげえ、うるせえかっちゃん、カメ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 や万年堂、はい、ありがとう、カメや万年堂からのアメちゃん、アメキャンディー、イエー、はい、じゃあね、なんでタオル巻いてるか言うたろか、単純に髪の毛がボサボサやね単純に髪の毛がボサボサだから奥田民生風配信やっております。目指せフォロワー7億人、皆さんよろしくお願いいたします。7億人のフォロワーを得ることで、私は7億人ってどないなったんだよな、7億人が、7億人じゃなくても7万人のフォロワーがついたとして、7万人の人がさ、ポイント1ポイント投げただけで7万ポイントだぜ、すごくね、ありえねえけどな、ありえけどな、まったりやっております。初見さん、 LINE ライブ初心者さんいらっしゃいましたら、ぜひともフォローよろしくお願いいたします。どうも、伊達メガネの今年ダブル20歳40のおっさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。おっと、あずさくちゃん、キャンディーパーポー、ありがとう、キャンディーパーポー、ぶどう味ありがとう、ぶどう味キャンディーありがとう、キャンディーパーポー、果物、ぶどう、あのさ、マスカットってぶどうなの、マスカットってマスカットっていう種類なの、マスカットはぶどうの中のマスカットなの、マスカットってうまい、なんとか社員ってめちゃくちゃ高いやん、俺マスカットをね食べた時にね、あんまし美味しいと思ったことがないね、それよりも巨峰の方が美味しない、キャンディーパープル、巨峰味、巨峰の方がうまない、だそれ何ダメなのすごい何千円するマスカットなんちゃらっていうのを食べたことはある人はいらっしゃるんでしょうかね。よかったら、そのマスカットなんちゃら、マスカットなんちゃら、デラウミエ、デラウエア、デラウエアってなかったな、デラウエア、デラウメって言ってんのかと思ったら、デラウエア、カチャカチャ、マスカットシャイン、キャンディーグリーン、マスカット、マスカット5000何ボスで、みんなの好きな食べ物は何ですか、夏といえばスイカで、スイカ、スイカってさ、あれスイカって野菜、スイカ、スイカ、なんかさ、あれだよね、スイカ、野菜、デラウェア、ブドウだ、あ、デラウェアってブドウか、デラウェア、デラウェアってブドウか、デラウェア、あ、ほんまや、ほんまや、ブドウや、シャインマスカットや、あら、はずちゃん、ハートありがとう、ハートを取る、ハートを取る、ハートを取る、パン、コーンフレーク、牛乳、コーヒー、朝ごはんありがとう、朝ごはん、ハート、あ、
アーズサックマックアズマックスアズマックスって言ったらアズマックスやんな。アズマックス言ったらアズマックスやんな。だアズサクマックでいこうかな。サクマックス、アズサクマックス、ハートありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。ハートを食べる。ハート。ハートを食べることによって地球にいられる時間が長くなるって噛んだけどな、今な。俺が嘘つくわけなかろうもん。ほんとって。だから、調べた。調べたかっちゃん。デラウェア調べたよ。じゃあさっきなんかデラウェアっていうテニスプレイヤーいなかったっけ？ただの想像。うん。あれだね、木の上になるものが果物で、下になるものが野菜なんでね。だからスイカって野菜よね。スイカは野菜やで。うん。知ってるで。あ、知ってる？みんな。知っとった？知っとった？知っとった？うん。あ、そう。あの、新曲が出ましたよ、新曲が。新曲が。ブンブンブン、ハエが飛ぶ。ブンブンブン、ハエが飛ぶ。インスタ自慢したくて飛ぶよ。ブンブンブン、ハエが飛ぶ。インスタ映え。どうだどうだ。いねえし。いねえしって何が？何がいねえし？いねえしって何や？トマト？トマトは野菜ちゃん。トマトって野菜ちゃん。トマト。野菜。トマトは野菜か果物か。トマトは野菜か果物か。アメリカでトマトは野菜の判決。アメリカでなんか裁判があったらしいよ。その判決出た結果教えてよ。ダガ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 ダン。トマトは野菜。うん。トマトは野菜という判決が出ました、アメリカでは。うん。糖度がメロン以上のフルーツトマトは果物かな。あ、フルーツトマトは果物になるんだって。へえ。エモヤン、こんにちは。エモヤン、こんにちは。今日はね、果物と果物と野菜の、境目やってます。うん。スイカはね、味噌汁、野菜。スイカは野菜みたいよ。スイカは野菜。スイカは野菜って。一応野菜と定義されてるんだって。木になる食用植物、ん？果物の定義。果物の定義はどうかというと、木になる食用植物のことで、スイカやメロン、イチゴは木に入ってないので、この定義で言うと、スイカ、メロン、イチゴは果物じゃないの？おもろいね、そう思うとね。そう思うと、バナナは、バナナは、おやつ、遠足に持ってっていいよ。でもや。ね、小学生の永遠のテーマだよね。バナナはおやつですか？ご飯ですか？ね、今の定義で言うと、味噌汁、いちごも野菜みたいよ。今の定義で言うと。今の木の上になってるものが果物。地面になるものが野菜という定義でいくと、いちごもなんとなんと野菜の部類みたいでございますね。おったまげーションだね。うん。いちご詳しく調べてみましょう。やはりいちごもメロンも野菜になります。ただ実際、あ、わかったわかった。あのね、よく聞いといてね、よく聞いといて。うん。農林水産の、まあ、噛んだ。農林水産省を言うたで、今、俺。うん。農林水産省の消費者相談によると、はっきりとした定義はありませんが、生産分野においては、一般的に、やっぱ、こう、一般的に、下に、草も通り、下の方から入るものは、いちごメロンも野菜になると、ただし実際には果物として扱われているので、果実的野菜となって、果実的野菜だってまどろっこしい果実的野菜だってさ、すごいね。そう思うとね、やっぱこう、確か野菜、いちご、やっぱこう
ほら、誰もが一度は思ったことで、いちごは果物、野菜というぐらい、問題ね。メロンの生産者は野菜として生産。立場ごとに変わる野菜と果物。立場。メロンの生産者は、メロンを野菜として生産するらしいですよ。で、メロンの販売者は、果物としてメロンを販売するようでございますよ。で、メロンの消費者、私たち消費者はメロンを果物として食べるということでございますね。少しお利口になりました、私も。これ総本性でいいのかな。何、今日は野菜と果物の、お勉強会を 果物、総あそうね、総本性、草の元の、草に元で総本性。総本性と、なんだっけ？総本性となんだっけ？木か。木。木と、木の、木の、うん、そう、木も、木もと、木もと類。木もと類ちゃうか。これなんて読むんだろう。なんて読むんやろね。木本って木本さんが出てきた今。木本性だ。木本性。木の本と書いて木本性。木本性、木になるもの。総本性。下になる、こう、地面に、畑とかになるものでございますね。リエポンおはよう、グッモーニングリエポン、あら、グッモーニングリエポンのプロフの写真が何かに変わっている。なんだこれは。橋、ブリッジ、ね、そうそう、みそし、そう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  それをさ、俺木本って言うね、木本せ、木本って計算したらさ 芸人が出てきた 木本性でございますね。木本性でございます。木本性、木本性、木になるもの、総本性、下になるもの。基本この地面、畑とかでできるものが野菜。木本性、木になるものが基本、果物と定義付けられているようでございますよ。ね、このメガネ知的でしょ？ 格好が知的じゃないけど、格好はスポーティーだけどね。これから書道でもやるんかっていう感じでございますよ。でも、その生産者、そして販売業者、消費者というのは我々でございますね。で、またこう呼び名が変わってくるということでございます。ね。面白いですね。不快ですね。面白いですね。不快ですね。なんか映画の人で誰だっけ？映画の評論家。それでは。知らないな、味噌汁なんかわかんない。この木なんの木、木なしの木、見たこともないのりたけだ。どういうことだ。かっちゃんがトンネルズ好きだから、トンネルズ合わせよ。かっちゃんより言ったぜ、今俺。なんだっけな、インスタ映えの歌。ちょっとみんなでちょっとインスタ映え。ブンブンブン、ハエが飛ぶ。インスタでいいねが欲しいとみんなでブンブンブン、ハエが飛ぶ。インスタ映え ブンブンブン、ハエが飛ぶ。インスタ自慢の写真をあげるよ、ブンブンブン、ハエが飛ぶ。ちょっとメモっとこう、忘れないように。インスタ映え、曲、作詞、作曲、嫁 俺じゃねえ。俺じゃねえ。今日なんか知んねえけど、なんか嫁が歌ってた。嫁がなんかテレビを見ながら歌ってた。なんかインスタグラマーみたいな、インスタグラマーみたいな人が出て、インスタグラマーみたいな人が出てて、なんかそれでなんかふと歌ってたよ。ブンブンブン、ハエが飛ぶ。インスタで自慢するため写真あげ、ブンブンブン、ハエが飛ぶ。今、語呂が悪かった。今のは俺のオリジナルだけどね。ブンブンブン、ハエが飛ぶ。インスタでいいねが欲しくてあげるよ、ブンブンブン、ハエが飛ぶ。インスタ映え。
みんなこぞって肺が飛んでんだよね。ね。すごいね、インスタ好きな人から俺はソースカンクらうね、俺ね。ソースカンク、スカンク、スカンクはね、おなら臭いからね、みんな気をつけてね。かっちゃんのおならもちなみに臭いけどね、気をつけてくださいね、みんなね、うん、おっさんはおならしないから、おっさんはおならしない、星の王子様だから、星の王子おっさんだから、うん、おならしない、うんちもしない、星の王子おっさんだから、うん、地球の上にあるこんぐらいの星に住んどんねん、星の王子おっさん。おはようスパンク、おはようスパンク、それなんか動物のなんかすごい変なおっちゃんいるよね、動物の動物のん動物の医者、動物の医者、スカンク、スパンク、わかんない、かっちゃん、かっちゃんわかんない、またかっちゃん、かっちゃんのスイッチが入った、またかっちゃんスイッチオン、やる気スイッチやな、かっちゃんスイッチオン、やる気、俺のやる気スイッチどこにあります、ちょっと皆さん、ちょっと俺のやる気スイッチどこにある、ここを、うん、ちゃんと2個一緒に押さなきゃダメ、コントロールオールとデリートを一緒に押さなきゃダメみたいな感じ、うんうん、でアニメが小さい頃だった、おはようスパンクっていう、マジでまたググる、おはようスパンク、あ、ほんとだ、うわぁ、なにこれ、ワンちゃん、うん、全然見たことない俺、白い犬だね、犬だね、犬、あ、犬かこれ、犬か、おはようスパンク、もうね、もう本当にね、画像、この漫画のアニメの画像が本当に昭和感たっぷり、うん、おはようスパンク、やっぱ子供の頃のアニメとか案外なんだろうね、ストーリーとか全く覚えてる人もいるけど、例えば今で言うとみんな見てるのはワンピースとか、ワンピースだからさ、日曜日の朝漫画やってるやん、日曜日の朝スパンク、今で言うそのワンピースとかか、レイちゃん仏像、そんなこと言うとレイちゃん仏像、仏像レイちゃん、そんなこと言うとレイちゃん仏像、ハイスクール鬼面組ね、ハイスクール鬼面組面白かったね、今もう今だとみんな知らんわ、ハイスクール鬼面組だぞ、なんぞ今の子たちは全く知らんわ、びっくりマン、びっくりマンチョコ、びっくりマンアイス、びっくりマンが流行った当時じゃびっくりマンが漫画になったのは知ってる？知らんやろな。卓球道つってヤマト、なんとかヤマトタケじゃねえや、うん、舞台化してる、バイバイイキメン組、舞台化してんの、イキメン組って嘘、マジでようやるなあれを、うん、ね、小学生の頃ってさ、日曜日とか唯一休みの日はさ、早く寝てたくて、寝てたかったんだけど、その漫画のために早起きをすると。で、父ちゃんはお仕事で日曜日休みで本当は寝てたいんだけど、俺が逆にこう漫画のために起きるから、親としては迷惑みたいなね。そういうの、今ないの？今ないの？今の子たちはないの？今の子たちは、こう日曜日にこう漫画を見るためにちょっと早く起きるみたいな。ないんかね、漫画でしょ、今で必ず朝戦隊ものと漫画やってるじゃん、日曜日なんでさ、日曜日そんな早く子供を起こすんだろう、日本は日本というかテレビ局は、なんか 何かをこうやらそうとしてるの、うん、え、味噌汁ハート1ポイント、ありがとう、俺は出席よしになまたそっちかよ、おいかっちゃん、俺はドンちゃんになりたかったよ、どんちゃん知ってるか、かっちゃん、みそしハート1ポイントありがとう、銭湯覗けるから多い、確かにな、エロかったもんな、エロかったエロかった、だから今の小学生、そして高校自分、あれみそし今あれだろ、
味噌氏が子供の頃は何を見とった？日曜日とか、まだいるか？ハート来てくれたからまだいるかな。日曜日とか起きてた漫画見るために、漫画とか戦隊ものとかね、やってたよね。なんかね、あえてその朝の時間帯にああいうことをやるってことはきっと政府的な戦略があったんじゃん。関係ねえか。いるよ味噌氏。おお、いる味噌氏。味噌氏の好きな漫画はなんだ。チャンチケチン。レイちゃんの友達とドンちゃん、ドンちゃん、ドンちゃん。そのドンちゃん、俺と当時実家で小桜インコを飼っていて、その小桜インコの名前をそのハイスクール鬼面組のドンちゃんから取りました。ドンちゃん、ドンちゃん好きやってん。うちの姉ちゃんも、姉ちゃんもドンちゃんが好きやってん。誰の話か知らないよな。今来てる人っちゃ、このタオルをかけた変な眼鏡のおっさんは何を喋っとんねんって話でございますよ、ね。みんなスワイプしないで、スワイプして出てかないで、漫画の話してる。皆さんの好きなアニメ漫画を教えてください。なのでね、あのスワイプしてどっか行かないでね。うん、スワイプガード、スワイプガード。アニメ、アニメの話だよ。みんなの衆、アニメの好きなアニメはなんじゃらほい。あー、おえ、ジュエルペット。あ、ブリキュアね。ブリキュアか。ジュエルペットって何？ジェネレーションギャップ、ジェネレーションドンちゃん。ジュエル、すげえ、なんかジュエルって入れただけで出てくるじゃん。あー、すごいね、味噌汁。やっぱあれやな、本当にこう女子が見る漫画な感じにね。もう女子の女子っていう漫画みたいね、これね。猫、にゃん、にゃん、猫の漫画だね。もうかな、まあペットは当たるよね。ペット題材は必ずやっぱ当たるよね。 YouTube にしろ、 TikTok にしろ、動物ペット系はね、俺も見ちゃうもんね。まあ、ジュエルペットは見てない。ジュエルペットを俺が見てたら引くべ。見てたら引くべ。ジュエルペット、ジュエルペット今調べて初めて見知ったけどなあ、味噌汁。俺がジュエルペット見てたら引くだろう。ドン引きや、みんな戻ってこい。よいしょね。うん、そんな感じでございますよ。ブリキュアはもう鉄板ですよね、女性。だから例えば俺らの世代で言うとセーラームーン、セーラームーンだよね。女子は月に変わってお尻ペンペンよ。月に変わってお尻ペンペンよ。なんだそれ。かっちゃん、セーラーム、あ、そうそう、セーラームーンやな。やっぱな、セーラームーンの先は打ち来るのナレーション。お、本当に、よう知っとるな、本当に。かっちゃんはな、もう豆知識の、豆知識の宝庫や。かっちゃんは豆知識の宝庫やね。セーラームーン、てて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 瀬戸際さんがセーラームーン好きなんやろ。セーラームーン知ってる、味噌汁。やっぱ女子力高い。いや、女子だしな、味噌汁な。ガリトワ、ペロドワ、なんだっけ、ロシアのアイススケーター。瀬戸際じゃない。誰か突っ込め、出てこねえぞ。おい、あれの人好きやんな。あの人、セーラームーンの格好してアイススケートしてへんかったの。
落ちる。瀬戸何、おいそこだよかっちゃん、そこそこ知りたいねん俺は。だね、まるまるとは、そうまるまるとはなんだけど、おしゃれ魔女ドレミ、ドレミハソラシド見てた。俺がおしゃれ魔女、俺がおしゃれ魔女おっさん見てたら引くべ。どうもおしゃれ魔女おっさんですと。あの瀬戸際のツッコミであるか待ってます。瀬戸際のあのロシアのアイススケーター丸丸とは、瀬戸際だっけ、ブリキアじゃねえや、なんだっけ正式名称、うん、おーしゃれおーしゃれおしゃれおしゃれ魔女おしゃれ魔女魔女っ子めぐちゃん知ってる。あれゲームやんこれ、そしてこれゲームやん。任天堂 DS のゲーム、あれだよ、もうゲームと言ったらゲームボーイだよ。ゲームボーイ、そう持ち運べるゲーム機、ゲームボーイ。ゲームボーイテトリスしかやらんかったけどね。テトリスしかな、なかったよ。アニメ、ああマジで、だってゲーム出てきたで。アニメなのこれ。5年前に稼働終了したおしゃれ魔女ラグ&ベリー。いえ、あ、アニメが人気になってゲームになったってことね。トキさんおはようございます。グッモーニン、トキさんどうも。今日は朝ね、早朝から起きてランニングをしておりまして、ジョギング、そして筋トレをして今に至る。うん、で髪の毛ボサボサなんでね、うん、タオル、奥田民生風配信でございます、よろしくお願いいたします。わいはサルや、わいはサルや、プロゴルファーサルや、テケテ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 テレレ、木のアイアン、違う木のドライバーな、え、それ違うやつ、え、そうなの、え、そうなの、あ、なんだっけ、それ違うやつや、おーし、お邪魔状、おしゃれおしゃれ魔女、ドレミ入ってなかったわ、ドレミ入ってなかった、ドレミドレミ、あ、全然ちゃうやん俺が見てたの。全然ちゃう、俺がさっき見てたのね、あの8頭身ぐらいだったもんね、キャラが。ドレミはもう3頭身じゃん。全然ちゃかったわ。ナイスナイス味噌汁、ナイスツッコミ、うんね、はい、700万人の皆様どうも、伊達メガネの今年ダブル20歳のおっさんでございます。俳優をやっております、よろしくお願いいたしますね。モグリンさんでも結構でございますよ。うん、あの初見さん、そして LINE ライブを最近始めた方いらっしゃいましたらね、ご質問ご要ご質問ご要望とか言っていろんなことぶっこんでくる可能性があるからやめとこう。うん、ご質問がありましたらぜひぜひコメント、そしてフォローをよろしくお願いいたします。うん、コメントの仕方が分かんなかったらね、マクドおっさん、スマイル0円で販売しておりますね、スマイルと打ってくれればパッ、笑顔をね、笑顔をね、笑顔は世界を救うということでやっておりますので、よろしくお願いいたします。つむじ風舞うティーグランドで狙うはグリーンのターゲット、全く分かりません、分かりません、かっちゃん。ラブ&ベリーはカードゲーム、あ、そうだそれや、俺が見てたのそれ、それ八頭身だったよキャラが。うん、ドレミちゃんはね、ま、ミスジ、ドレミちゃんはね、ドレミちゃんは二頭身か三頭身だね。うん、あ、ソータ、こんにちは、さっき、お、ソータアカウントで、カモンベイビーソータ。いや、2ポイントありがとう。クモンに、クモン、クモンに行くんじゃないの？クモンを家でやってんの？ソータハートありがとう。ソータハートありがとうね。うん、ありがとう、ソータ。ソータハートありがとう。ヒロミシ、ハートありがとう。暑い、クーラーかけとるで、今。ガンガンクーラーしとるで。うん。ワイワサリア、プロガールさん、嘘、ワイワサリアのプロゴルフどんなの、テケテッテケテッテケテッテテテテつむじ風舞うティーグランドで狙うはグリーンのターゲット、合ってる、3時から、あ、3時からクモンか、 OK、 あ、なんか適当に歌詞食い
あのなんか歌詞書いてくれたら知らない歌でも俺歌えるよ。すごいでしょ、知らない歌でも何だって歌えるからね。3時からクモンも歌えるよ。3時からクモンに行く俺、いっぱい勉強してやるぜ、ね、何でも歌えるから、何でも歌える、もう何でも歌っちゃうから、もう何でもリズムに乗せちゃうからね。リズムおっさんで行くからね、もう本当にびっくりでしょ、ね、熱いもね歌えてくるよ。熱い熱い今日は熱い、なぜなら夏、熱い作詞作曲、おっさんありがとうございました。ご清聴ありがとうございますね。うん、くだらねえまあね、相変わらずね、私の LINE ライブはくだらないを基本にやっておりますね。涼しい歌、暑いから涼しい歌、そう涼しげだおっさんの頭は美容師に好きすぎてスカスカだ、涼しげだおっさんの頭、美容師にすきばさみですきまくられた、涼しげだろう涼しげだろう涼しいだろう。夏の小川のせせらぎに横に佇むおっさんは風を感じ涼しいな、ね、涼しいでしょ。川のせせらぎを思い浮かべてごらん、川のせせらぎを思い浮かべてごらん、涼しくなるから。アイスは冷たいな、食べたいな、アイスは冷たいな、食べたいな、アイスは冷たくて食べるととても幸せ、それがアイス、夏に食べるアイスは最高だね、冬のこたつの中で食べるアイスも最高だね。作詞作曲ソータ、ありがとうございました。涼しげでテッカテカ、涼しげでテッカテカ、あ涼しげでテッカテカ、そうテッカテッカテッカだ、うん、はい、作詞作曲ひろみ、ありがとうございました。涼しいな鼻毛がボン、涼しげな場合はやっぱ涼しく歌わないとね。涼しげな鼻毛がボンボン、涼しげな鼻毛がボン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 、鼻毛がボンボン、涼しげ鼻毛がボンボン、涼しげ鼻毛が出てそよ風にそよぐ鼻毛。作詞作曲かっちゃん、ありがとうございました。ソータ www、 はい、何でも歌うよいつから歌う配信になったんだこれは、うん、ね、でっこでっかてっかおっさん、でっこでっかおっさん、でっこてっかでっかてかてかおっさん、あでっこてっかてっかてかてかおっさん、はい、でっこてっかてっかでこでこおっさん、イエー、作詞作曲 DJ ソーター、DJ ソーダ、鼻毛が過ぎちゃった、そう、もう一個あるよ。涼しげな鼻毛がボンボン、涼しげさ鼻毛がボンボン、鼻毛についた鼻くそがそよいでいる、注意ができない注意ができない、なぜならそれは浜ちゃんの花だったから。ダウンタウンの浜田さんの鼻に鼻くそがついてて、それが風でそよいでて注意できない後輩芸人の歌、ありがとうございます。ありがとうございましたね。ね、今マジで爆笑中、ありがとうかっちゃん、ほんとね、あのリアルにね、劇場でやっててみんなの笑い声が聞こえてくるんですけども、 LINE ライブだから本当にもう受けてようが受けてまいようが、笑ってようが笑われなかろうが、もうやっている次第でございます。ありがとうございますね、うん、そう DJ、 あ DJ ソータ、イエーイ DJ、 イエーイ、ね、鼻毛がそよぐ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 のあっこちゃん、今のはパクったよ、曲を今パクったよ、そよげの、そよげってなんだよ、うん、ちくげ、ちくびげ、
ちくびちくび生えてる毛だよ、ちくびげおっさん。やめろやめろ、赤ちゃん。かっちゃんのちくびだろ、毛が生えてんの。みそしハート1ポイントありがとう。受けてるよ受けてるよ受けてるよ、それは笑ってる、受けてるよ。作詞作曲ひろみ、ありがとうございましたね。受けてるよね。でもね、ハート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 1ポイントありがとう、みそ。ありがとうね、みそし。うん、ゆなちゃん、やっほやっほ。ゆなちゃん、桜、桜好き。ゆなちゃん、俺もね、桜の花は好きよ、ゆな。うん、ゆなちゃんでよろしいですか、ゆなさん。ゆなし、あ、来てくれてありがとうね。うん、バレたかっちゃんバレたスマイルゼロ円何の曲。そう、オリジナル曲。ゆなちゃんもね、適当にコメント打ってくれれば、それにね、リズムを乗っけて歌います。あ、ちなみにね、ゆなちゃん聞いて、伊達メガネのおっさんでございます。今年ダブル二十歳、40のおっさんだよ。立派なおっさんだ。よろしくね。芸人じゃないよ、芸人じゃございませんよ、俳優でございます。ああ、よろしく。じゃあ、スマイル0円の歌を歌います。スマイル0円スマイル0円、みんなが押し寄せ買っていく。スマイル0円スマイル0円スマイル0円から、笑目が笑ってない人の笑顔。はい、スマイル0円から、目が笑ってない人、一連の流れでお送りさせていただきましたね。アザラシおっさんの歌。アザラシおっさん、どんつくどんつくアザラシおっさん、どんつくどんつくアザラシおっさん、みんなの愛嬌振りまくよ、あ、みんなに愛嬌振りまくよ。はい、アザラシおっさん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 。俳優ね、俳優だけに俳優、そう、それは10年以上俳優やってて売れないから俳優になっちゃった。おい、やめろ、かちゃん。これからじゃ、これからじゃ。ゆなちゃん、マリーゴールドん、マリンゴールドさんっていう方がいるけど、マリンゴールドの赤、別赤じゃないよねじゃあ、まなちゃん、ゆなちゃんに言ったよ、マリーゴールド。マリーマリーマリ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 ゴールド、光ってるゴールドに光るマリー。いやー、作詞作曲ユナ、ありがとうございます。ユナ歌って歌った、ユナわらわらわら。ジュリちゃん、こんにちは。仕事中ですのご挨拶で、仕事中仕事中仕事中だから挨拶だけを送って去るぜ、ありがとうねの歌。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。違います、あ、違ったのね。ゆなちゃん、ありがとうね。マリーゴールドの歌を歌わさせていただきました。うん、ジュリちゃん、ありがとうね。ジュリッシー、仕事でけど挨拶して、そしてハートありがとう。ハートありがとう。ハートを食べる、ハート食べる。2ポイントありがとうね、ジュリッシー。あ、芸人だった、ごめんなさい。あ、芸人、あ、芸人、あ、芸人だった、ごめんなさい、さいさいさい。ジュリちゃん、2ポイントありがとう。あ、あいみょんの曲か、ゆなちゃん。あいみょんのマリーゴールドという曲ね。あ、そうなんだ。じゃあ、想像で歌うわ。川辺に咲くマリーゴールド、あなたのマリーゴールド、微笑むあなたのマリーゴールド、幸せを運ぶあなたのマリーゴールド、見るだけで幸せさ。マリーゴールド、ありがとうございました。ジュリちゃん、2ポイントありがとう。ジュリちゃん、そう、即興タイムあの、即興で歌歌ってます、適当に。うん、ありがとうね、ジュリちゃんね。うん、2ポイントありがとう。かちゃん、ハート1ポイントありがとう。わかりましたか。ゆいみょんは、あれは、そう、あの、あいみょんは知ってる。あいみょんは知ってるけど、あいみょんの曲自体を全く知らない。そう、配信頑張ってください。ファイ、イエス、ありがとう。ジュリシー、ありがとうね。仕事ファイト。ファイト、ジュリシー。再開機病、またね。バイバイ。近い。
なんだって近いって。うん。呪音、ありがとうございます。呪音が入りました。ジュリーさん。キャンディーピンク、ありがとうございます。かっちゃん、キャンディーピンク。キャンディーピンク、ゼロカロリー、ゼロカロリー。これは寿司のキャンディーだ。マグロ寿司、後ろはシャリ。いい音鳴らします。寿司三昧、ありがとう。違います。そうだね、ゆなちゃん。違うね。なんだって知らないからね。マロンちゃんの歌。マロン。マロン、マロン、マロン、私はマロン。ミニチュアダックスマロン。私の体重8キロ突破。重い、重い、走るの遅い。だけど私の愛嬌抜群。はい、ありがとうございます。マロン。マロンです。ね、マロンちゃん、全然違います。わかります。そりゃそうだ。知らないから。ね、マロンちゃんはね、愛嬌はいいですから、マロンちゃんの愛嬌は。お腹、マロンちゃんのお腹の愛嬌は抜群です。抜の群でございます。ね、さっき前も言ったけど5キロのお米を抱きかかえた時にあれ重いなと思ってもこの5キロの重い5キロのご飯でもん米でもまろんちゃんの方が重いと思うとねちょっとびっくりした、うん、ではさよならさよなら皆さんまたねバイバイ、だからびっくりしましたね本当にまろんちゃんはそんなに重いんだと思ってまろん専用の歌そうまろん専用の歌でございますマロン専用、シャア専用の、シャア専用。シャアって知ってるか、ソータ。うん。寿司三昧。寿司三昧。ちょっと待ってね。もうそろそろさ、本当にさ、もうやばいぐらいに溶けてんだけど、やばいぐらいに溶けてんな、これ。やばい。やばい。すごい溶けてる。多分みんな、画面上では伝わらないけど、へばりついております。へばりついてる、マグロ寿司。ありがとうございます。8キロ突破したマロン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 ウルトラセブンフマロン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 プリンマロンマロンマロンツリーマロンの体8キロだ重いマロンマロン重いでも愛嬌たっぷりたっぷりマロンの尻尾がフリフリよマロンスラッシュだイエーどうだかっちゃんどうだかっちゃん You は満足か You は満足かマロンの歌でございましたありがとうございますやばいすごいやばいこれはこれはもう本当にそろそろあれだななんかまあでも舐めるわけじゃないから火の用心グー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 こうどういうことどういうことかっちゃんどういうことかっちゃんグー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 ってみよう、ググりましょう。わからないことあったらググりましょう。こうやめろ、カツラ。カツラじゃない、カッちゃん。猫が熱くてダラダラ、きっとマロンもダラダラしてる。今、大分、今日、大分の日向市だ。あー、首痛い。がね、なんかね、最高気温36度とかなんとかで、もうマロン、絶対マロンもぐだーぐだーしてると思う。眠くなってきた、味噌汁。この BGM が眠気を誘うだろう。俺も眠いもん。江戸晴美的なグー。グーグーグーこう。だから歌ったぜ、江戸晴美的に。江戸晴美チンパンジー。やべえな。なんか首がポキポキなる。この音楽が眠気を誘うよな。江戸春美はもう見ないもんね。ね、松本さんが何だったら芸人たちを連れて出てくるみたいな。どうなっちゃうんですかね。違う、江戸春美ってそもそもどこの事務所か知らんしね。どこの事務所か知らんしね。ありがとうね。はい。
もうお昼の時間で、あ、もう54分でございますね。お昼は皆さん何をお食べになりますか？もう何食べようかな。今日はね、嫁さんがお仕事なんでございますので、ちょ自分でね、ご飯を作らなければいけないんでね。とりあえずご飯を食べて、またちょっと一息ついたらね、あの配信をしようと思います。うん、すごい暑い、暑いね。本当に暑い。やばいぐらいになってたんでね。これがね、8月になったらどんだけ暑くなっちゃうんだってことです。江戸原美結婚したんじゃなかった？マジで？知らん。本当に？ホトちゃんのお父さん、さっき見た。どういうこと？ホタルちゃん？ホタルちゃん？ホトちゃん？どういうこと？ホトちゃん？単純に、かっちゃん、さっきさ、あの、宮迫さんが今、その、テレビじゃないじゃん。で、フライデーじゃない、ま、なんか記者がさ、突撃したっぽいんだけど、その記事を読んだから、単純に、あの、ホタルという字を見て、ホトちゃんしか思い浮かばなかったんですけど、ホトちゃんのお父ちゃんじゃないよね。パンが大量にある、味噌汁の家に。くれ。それをちょっとくれ。パンをくれば。ホトちゃん。ホトちゃんのお父さんをさっき見たっていうこと？ガチで？それともテレビで？のお父ちゃん、うん。ホトちゃんのお父ちゃんは、かっちゃんのその住まいの近くにホトちゃんは住んでるの？かな？どうなんでしょう？ホトちゃんのお父ちゃん？テレビ出てたわけじゃないでしょ？今回の吉本お家騒動で出てきた。いいよ、パン屋さんのパン屋で。マジで。じゃ、着払いで。着払いかい。宮迫に代わってお父ちゃん。宮迫に代わってお父ちゃんが一緒にホトちゃんとなんかやるの？そういうこと？で、味噌汁、パン、何パン？今日朝食パン食べたよ。ホトちゃんのお父さん、え、本当に？蛍原お父さん、え、松本家の休日とかじゃなくて？俺はそれ見たことないんだけど、松本家の休日って番組、あれ大阪だけなの？宮迫代役発表がやばい、松井家新お父ちゃんの動画。あ、そのことかっちゃん。あ、そういうことか。あ、そういうことかかっちゃん。今わかった、今わかった。今俺もググったん。ググってん。ググって今。ググれば、なんでもわかるよ、こう。ちゃう、今、ちょっとタイミングがね、いろいろある。味噌汁、今日は味噌汁は、あれ？お昼ご飯はパン。うん。そう、俺も今回初めて見たが、あ、マジで？面白いね。これは大阪だけなんだっけ？深夜0時35分。ウケんね。ウケるね。面白いね。そう、俺も初めて。面白いね。あとアマゾンの、なんかさ、アマゾンでさ、芸人同士が笑わせあって、最後まで笑わなかったやつが、なんか100万円だかなんかもらえる番組やってんじゃん。ちょっと見てみたいんだけどね。お疲れ様でした。ソータありがとうね。ヒロミシありがとう。じゃんけんはまた夜で、夜もやるんでね、よろしくお願いいたしますね。ありがとうございました。これからちょっとね、私おご飯をお食べになられる感じでございますので、またお時間が合いましたらぜひ遊びに来てください。お疲れ様でした。みそしありがとうございましたね。59分あと1分あります。だからパン、ご飯を食べます。何かしらご飯を食べて、今日はね、頑張ってまいりたいと思いますので、お時間合います方はぜひぜひまたおっさんと遊んでください。よろしくお願いいたします。おっつ鼻くそ、おっさん鼻くそちゃう、ほーくーろ。ご飯はね、何食べるかまだ決めてない。うん、なんか残り物であるもので食べたいと思います。そういうことで、よろしく、哀愁レッドね。すごい設計図を、すごい設計図をすごく描きそうな感じだな、これ。すごい設計図をめちゃくちゃ描きそうな感じに見えん。
ありがとうございました。また数時間後に会いましょう。まあ、ソータは雲行くからね。かっちゃんは夜勤明けで寝るだろうけどね。うん、またね。バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。ひろみしキャンディーパパ、ありがとう。キャンディーパパ。